知財調停のすめ。知的財産権をめぐる紛争の多くは民事訴訟によって解決されるのが一般的ですが、それに加えて知財調停があります。知財調停とは、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知財部で実施されている知財に関する紛争に特化した紛争解決手続きです。 3名の知財の専門家が調停委員会を構成し、その豊富な知識と経験を持って、双方の言い分や提出された証拠を踏まえて、双方の合意に基づく解決を図ります。知財調停の調停成立率は68%に上り、心理モデルとされている3回以内の期日で終局した事件は65%、平均心理期間は6.2ヶ月です。 資材調停の主な特徴は、第一に迅速性です。原則3回の期日で終わり、Web 会議を利用することで、東京や大阪以外の地域からの利用も可能です。第二に柔軟性です。争点を当事者が自由に設定でき、当事者のニーズに沿った解決策を見出すことができます。第三に専門性の高さです。調停委員会は、 知財部の現役裁判官1名と知財事件に精通した元裁判官、弁護士、弁理士などの専門家2名で構成され技術的な問題や複雑な法律問題についても専門的知見に基づき紛争解決を図ることが可能です。第4に非公開です調停は非公開の手続きで調停記録は被害関係のない第三者は閲覧できません。 また、提出書類を参考資料として事実上提出するなどの工夫をすることにより、営業秘密等の紛争の詳細を第三者に知られることなく、解決を図ることが可能です。知財調停と知財に関する民事訴訟とでは、事案の形状もあって一概に比較はできませんが、知財調停の平均審理期間が6.2ヶ月であるのに対し、民事訴訟の平均審理期間は、 14.9ヶ月で、知財調停は民事訴訟の半分以下の期間で終わっています。また、民事訴訟は、法律に従った厳格な手続きで審理が行われるほか、判決も含め、事件記録が第三者の閲覧の対象となります。これに対し、知財調停は、簡易、迅速性、柔軟性、専門性、 非公開という特徴があり、専門性という点では民事訴訟と大きな差はありません。また、柔軟な解決を図れることから、事案によっては民事訴訟よりも満足度の高い解決が望めます。資材調停の手続きのイメージは、このような流れになります。トラブルが発生し、当事者間の話し合いで解決ができなかった場合に、話し合いの延長線として、 朝廷の申し立てを行うことで、知財朝廷の手続きが開始します。朝廷成立で手続きが終了する場合のほかに、朝廷を取り下げて、自主的な交渉に移行する場合や、朝廷不成立となり、訴訟を提起することもあります。知財朝廷は、当事者の意見を踏まえながら、事案に応じて柔軟に手続きが進められます。以下では、 典型的な進行のイメージを見てみましょう。申し立ては、申し立て人が、調停申し立て書、証拠の写し、管轄合意書を裁判所へ提出して行います。管轄の合意が、申し立て時にできていない場合は、裁判所から相手方に対し、管轄に合意するかの確認をする場合もありますので、申し立て前に、申し立てる裁判所にご相談ください。 申し立てから第1回調停期日までの間に、裁判所から相手方に申し立て書等を送付し、相手方からは主張書面等が提出されます。その他に、調停委員会の構成等の準備が行われます。第1回調停期日では、当事者双方の主張を聞いて争点を明らかにします。企業の担当者や紛争の経緯をよく知る人がいる場合、 記述に同行していただき、紛争の詳細や技術的な事項について説明していただくこともあります。また、調停委員会は、不足している主張や証拠について補充を求め、双方が紛争解決に向けて取るべきステップを示します。第2回調停記述では、追加された主張や証拠に基づき、調停委員会の見解を示します。 調停委員会の見解を参考に、その後は当事者間で自主的解決を図るといった柔軟な利用も可能です。第3回調停期日で合意が形成されれば、調停成立により事件は終了し、調停調書が作成されます。調停調書は、確定判決と同一の効力があります。合意に至らなかった場合、調停委員会は、当事者の意向を踏まえて、 さらなる期日を設けるか、調停不成立で事件を終了させます。調停不成立の場合、2週間以内に訴えを提起すれば、調停で納付した手数料を訴訟に引き継ぐことが可能です。また、訴訟が提起された場合、調停事件を担当した裁判官は、その訴訟事件を担当しない運用を原則としています。 知財調停を利用した方からは、訴訟よりも早く解決できた。争っていることを知られたくなかったので、非公開なので助かった。調停委員会の専門性の高さに驚いた。などといった声をいただいています。知財調停は、知的財産権に関する紛争を解決する強力なツールです。紛争の性質、当事者間の関係、 解決に求める速度、秘密性、コスト等を考慮し、紛争解決の選択肢の一つとしてご活用ください。